こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。食べる断食というプログラム、これはですね、先生がサポートをして結果をしっかり導くという、そんなプログラムなんですけども、最初はですね、ご飯をこうやって食べたら結果が出るなと思ったので、食材のセットを作って、通販みたいな形で、食べ方の本をつけてやってもらおうかなと思って、実際の食べる量とか食べ方のアドバイスのために1000人ぐらいのモニター撮りをしました。で、その時に、最後の方でですね、ヨガのスタジオを展開されている会社さんと共同でモニター試験をやりまして、20人ずつのモニターさんで、20人はその食材をお届けして食べ方の解説付きでやってもらうというグループで、もう20人は、最初に私が食べ方とか考え方のレッスンをしてから食材をお渡しして実践してもらうというふうにしたんです。同じ食材、同じ食べ方の本をつけてやってもらっているんですけど、この結果がびっくりするほどの違いだったんです。レッスンなしで自分で解説を見てやった方たちの成功率は4割ぐらいだったんですけども、サポートをして実践した人たちの成果は 90% 近い成果だったんですね。失敗する人がほとんどいなかったっていう、そんな違いがあったんです。同じものを同じように食べてるの、なんでこんなに違うんだろうかというところをいろいろこう検証したらですね、やっぱりですね、ご飯をいっぱい食べれるということに対して不安を持つ方がすごく多いわけです。本当にこんなの食べていいの、ダイエットして痩せたいのにいいのって心配をして食べているとびっくりするぐらい結果が出ないんだということが一つ。あとは自分でこのぐらい食べてくださいっていう量をコントロールしちゃって、こうね、やっぱ痩せたいからこんなの食べたら太るわと思って控えちゃった人がいたというところで、控えた人ほど結果が出てないという、そんな傾向なんですね。で、レッスンをした人たちは食べても大丈夫だっていうことをちゃんと最初にいろいろ理由をつけて説明してますので、安心して実践できましたと。それで言った量をちゃんと守って食べてくれた方が多かったんですね。そんなところで、違いがあったので、半分以下しか成功しないんだと通販みたいにして売ってもあまりお役に立てないなと思いました。私は物を売りたいわけではなくて、実践をして元気になる人を増やしたかったので、じゃあ通販という形は違うなと思ったので、ちゃんと専門家がサポートしてレッスンをして、提供するプログラムにしようということでスタートをしました。で、このサポートをした中でも、100% じゃなかった理由というのを、これまた検証しましたら、いくつかの理由がありました。で、そこをきっちりとサポートする仕組みに変えたら、ほぼほぼ 100% の方に結果が出るようになったという、そんなところがありまして、でまずメンタルの影響、安心してやるということと、サポートをつけることの価値っていうのがすごく大きいなというところで、さらに失敗をしないような、実践のために重要なことというのを次の動画でご紹介します。ありがとうございました。また見てください。チャンネル登録はこちらです。